南外会館は、かつて存在した日本の映画館である。所在地は大阪市中央区難波、東方形の映画館であった。館名、座席数はすべて閉館時のもの。南外劇場開館時に上映した誠意の宣伝ポスター1938年1月に東方が南の工業拠点として南外映画劇場を建設したのが始まりである。当時の南の工業街は松竹が道頓堀を千日、土地建物が千日前をそれぞれ本拠にしており、新興勢力で梅田が拠点の東宝はそのどちらにも劇場を建設できなかった。1953年12月18日に南外会館が落成。南外劇場は座席数1488席の大劇場で、梅田の北の劇場、道頓堀の大阪松竹座とともに、大阪を代表する洋画の殿堂であった。1954年に南外文化劇場、1955年には南外ミュージックホールが開場した。南外ミュージックホールはトップレスの女性ダンサーによるレビューとコントを上演するなど良質なエロチシズムを提供したが、土地柄かあまり人気は出ず1958年に閉鎖。南外シネマに改装となった。南外シネマは1959年より毎日放送の公開コメディ、番頭は、んとでっちどんや、コミック取り物超曲げ物110番の収録会場としても使用された。1966年に ATG の上映館として南外文化劇場が開場。1983年には南外劇場の1階席と2階席を分割し、1階を南外劇場、2階を南外東宝としてリニューアル。5スクリーン体制が確立した。その後もゴジラ、スターウォーズ、ドラえもんなどのシリーズものやタイタニック、千と千尋の神隠し等多数の収入を記録。末期には5巻をまとめて南外シネプレックスと称していた。しかし建物の老朽化が進んだため2004年2月1日、南外劇場で上映された7人の侍を最後に50年の歴史に幕を閉じた。オープン以来、50年間の総動員数は8300万人。年間最高記録は1959年の295万人。閉鎖後は解体され、開館後には難波丸井が建てられた。南外会館前市として、同地には1888年に株連場として、南地演舞場が建設され、1897年2月15日、フランスのリュミエール兄弟制作によるシネマトグラフが上映された。この上映会は入場料を接収した日本で初めての興行であり、そのことから南地演舞場跡地の南外会館が映画興行発祥の地とされている。そのことに感銘を覚えた東宝の創業者小林十三は、記念碑を残している。その石踏みは東宝シネマズとなった現在も1階の東宝シネマズ直通エレベーターの右側の壁に埋め込まれている。第8回戦前期日本の映画館写真大阪新世界難波梅田阿部の編 NFC デジタルギャラリー東京国立近代美術館2016年9月27日閲覧 AB 南外会館が閉館興行発祥の地、シネコンへ。四国新聞。http://www.shikoku-np.co.jp/national/culture-entertainment 20兆401億3100万26 2016年9月27日閲覧。ありがとうございます。